宇治市立岡谷小学校は、京都府宇治市五賀章にある公立小学校。宇治市立岡谷小学校は、宇治市立宇治小学校の児童増加に伴い、1947年4月に、渡辺博氏宇治市の宣言により、宇治市東部、宇治川に架か,かる因縁京の東詰めに開校した、公立小学校である。初代校は、北村又地が務めた第三代校長。 山口義久第4代校長、塩見幸男第5代校長、奥村久雄第6代校長、小野和夫第7代校長、森本真理子第8代校長、中森正留第9代校長、福島千恵子第10代校長、原田豊藩第11代校長、細野幸子宇治市立岡谷小学校では、お茶飲み場が設けられている。大きな湯沸かした器から、 茶葉を入れた補定が入ったタンクへ常時一定の量を満たすお湯が注がれており、そこからパイプを通って蛇口に流れる仕組みになっている。赤印の蛇口からは熱いお茶が出る。青印の蛇口からは水が出る。宇治市は全国でも有数のお茶どころであるため、宇治市の20の小学校は学校の水道からお茶が出る設備が整っている。宇治市立岡谷小学校では、 ほうじ茶が採用されている。ありがとうございます。